本日も始まりました 82.8MHz 鎌倉 FM 鎌倉アイドルボックス、大船ハニービート日の出町ライブハウスセラビーのご協力でお送りいたします。皆さん始まりました、こんにちは、こんばんは、おはようございますじゃないか、こんばんはですね。はい、こちらの番組の紹介してまいります。こちらの番組は様々なアイドルさんをゲストにお迎えして、ねほりはほりいろいろなトークを繰り広げていく番組です。みんなで一緒に楽しんでいきましょう、イエーイ。はい、私 DJ のハートフィットシンガー酒井ゆかです。栄光の絵、井戸の井と書いて酒井ゆかはカタカナでございます。私の自己紹介もちょっと聞いてください。私はメインはアーティスト活動、歌手の活動をしています。それ以外に舞台のお芝居ですね、お芝居、あとミュージカル、そしてダンスもやっていて、バーレスクダンスが好きで、そういうダンスもやっています。あとこういった MC にもチャレンジさせていただきます。ではですね、早速ここで本日のゲストさん、皆さんお待ちかねのゲストさんお迎えいたしましょう。こちらのゲストさんのこのユニット名、メンバー、ユニット名でいいのかなユニット名、とても可愛らしい名前なんです。シエル・デ・ネージュ、こんな感じでいいのかな、雰囲気はなんかかっこいい感じになっちゃったかな。シエル・デ・ネージュ、はい、本日のゲストさんはその中の、メンバーお二人にお越しいただいております。お一人目、こちらが青葉ココさん、ニックネームココちゃん可愛いですね、ココちゃん。誕生日が6月の20日、身長161センチ、あ、私と一緒ですはい、61センチの100なくなっちゃったよみたいな161センチ。特技がリボンを綺麗に結ぶこと、なんだろうこれ趣味カワウソオタク、なんか気になりますね。はい、そしてお次がですね、三月奈々さん、誕生日が1月の15日、出身東京、東京ですね。身長が154センチ、あ、なんか可愛らしい身長ですねはい、特技がクラシックバレエ、長所負けず嫌いなところ、あ、いいですね。今アイドルさんね、たくさんいるからね、こうなんだろう、勝ち抜いていかなきゃっていうところもありますよね。はい、そして将来の夢、応援してくれるみんなを笑顔にすること、あ、素敵です。はい、ではそんなお二人にご登場いただきましょう。ではシエル・デ・ネージュの青葉ココさんと三月奈々さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。いろいろちょっと突っ込みたい、あったんですけれども、はい、ちょっと改めてそれぞれ自己紹介お願いしてもいいですか。はい、はい、じゃあココさんから。一緒に一緒に行きますか。はい、じゃあいつもの自己紹介を、はいはい、行きましょう。はい、皆さんこんばんは、雪空から舞い降りた私たちシエル・デ・ネージュです。はい、ストロベリーレッド担当青葉ココです。はい、フレッシュピーチピンク担当三月奈々です。よろしくお願いしますなんと今おっしゃってましたココちゃんから、ココちゃんって呼んでもいいですか。あ、はい、大丈夫です。ココちゃんから、あ、色ですか。はい、なんストロベリーレッドです。ストロベリーレッド、あ、すごい噛みそうなんですでも分かりやすい、そうちょっとストロベリーレッドですもんね、うん、あのいちごの赤ってことですよね。そうです、いちごの赤いちごの赤です。 ありがとうございます。じゃあ三月奈々さん、はい、ニックネームの、ニックネームはナーナですね。ナーナ、はい、伸ばしも入れてナーナで。わかりました、はい、じゃあナーナ、はい、ナーナ呼び捨ていいのかな全然ナーナで、はい、はい、あ、私はですね、はい、フレッシュピーチピンクです。あ、なんだ、ちゃんと聞くとすごい分かりやすかった。あの早いから早くなっちゃう。そう、でも結構他のメンバーもやばいです、うん、やばいやばい。そうなんですよえ、そっか、あのあれですよね、今年の3月に結成されて、はい、はい、そうです。でその時よりもちょっとメンバーが増えて、今、はい、今のメンバー6名になってるんですよね。はい、他の方のなんか自己紹介も言えるんですか。色名がみんなあって、うん、はい、じゃあ色教えてください。まず黄色の子が、はい、ハニーレモンイエロー、はい、ハニーレモンイエロー、ハニーレモンイエロー、うん、はい、あ、待って、ハニー、あ、ちょっとさっきがフレッシュピーチピンクピンクね、はい、フレッシュな爽やかなみたいな、爽やかな、爽やかなピーチ、桃の、はい、ピンク桃色でごめんなさい、はい、で黄色担当、黄色がハニーレモンイエローです。ハニーイエローハニーレモンイエロー
はちみつのレモンの黄色黄色そしてオレンジがアプリコットオレンジ、うん、アプリコットってあれあのなんか果物ですよね。あそうそうですね。なんかオレンジ難しくて、うんうん、オレンジみかんってオレンジじゃないですか、はいはいはい、がちょっと名前が難しいっていうので、うんうん、すごい考えてました。あ考えたご自身でこれは考えてるんですか。あなんか最初のメンバーは、うんうん、こうあの社長さんが考えてくださったりとか、はい、でも後の新しいメンバーはみんなで考えるアプリコットオレンジ、 はい、あでもなんかこう普通じゃないというかいい意味で普通じゃなくていいですね。アプリコットオレンジってあんまりなくないですか。そうですね、うん、いないオッケー。で次が次が何色だ、うん、白の子がいます。あ白がいるんですね、はい、なんか珍しいですね。が一番難しくて笑ってる。ココナッツシュガーホワイト、はい、ココナッツシュガーね砂糖ね、はい、ホワイト白、うん、なるほど、はい、甘い甘い白みたいな。めっちゃ甘いんだろうね。甘いもの好きなのかなみたいな。で、紫の子が、うん、紫がグレープバイオレットです。あ、はい、結構わかりやすい。わかりやすい。なんかみんな果物できてて、はい、入れて、うんうん、ちょっと白が難しかったね。うん、なるほど。白い果物なんだろうみたいな。確かにない。はい。なんか中が白って結構あるけど周りが白。そうですね。まあでもそっかココナッツも。今思えばなんか、うん、こう思い当たるもん梨とか。確かに。そっかそっか。これをライブとかではみんなブワーって言ってくわけですよね。はい、あそうです。私の後に一斉に、うん、一斉に言ってもらう。聞き取れない。大体聞き返されてみんなあれみたいな。すごい噛んだりすることもありますかこれ。いやでもありますか。ストロベリー言えないんですよね。なんか勢いがないと言えなくて。ストロベリーレッド、はい、私もなんか早口言葉で練習あとでちょっともう一回聞いてメモ、はい、ありがとうございます。で、はい、またこのねシエルデネージュ、はいはい、これはどういう意味なんですか。このグループ名もすごい可愛いなって思って、はい、これが、フランス語なんですけど、うんうんうん、雪空っていう意味があって、はい、雪空、雪空です。すごい。これはどなたが考えたんですか。これも社長ですね。あ社長が、はい、すごいなんかおしゃれなセンスのある社長さん。なんかあの私もひらがなにしたいっていうのがあって、うんうんうん、こうなんかタイムテーブルライブ出た時とかに結構英語のグループが多いのでひらがなが目立つなっていう。アイドルさんそっか。そうですね、うん、それでちょっとひらがながいいですっていうのはお話ししてて、であのこれを選んでくださいました、うんうんうん、はい、あとはやっぱりまあこれってフランス語なんですね。はい、そうです。でこのフランス語、まあ、最初見てなんだろうってこうインパクトがあるっていうかこう疑問に思えるこのグループ名だなって思って、はい、ね、ハート2つ入ってるいいですね。ラブラブラブチームみたいなファンの方も喜びますねなんかグッズとかはまだ作ってない。グッズは一応、うん、普通に物販では、うん、あのチェキとか あとはなんかお写真とか、うんうんうん、あとキーホルダーとか販売してるんですけど、うん、キーホルダー。なるほど。なんかサインとかも皆さんあるんですか自分の。あそうですね、それぞれ、はい、ありますね。結構どういう感じで可愛いんですかやっぱり。あとでちょっと見させてもらうかな。あでもココちゃんは可愛い、ね、可愛いのかな。なんか誰でも描けそうな感じそれ毎回言ってる。大丈夫、ちょっとなんか偽造されちゃうじゃないですかで、なんなは私はもう漢字、漢字漢字のあれ漢字なんだ。あれ漢字なんです私。でもなんかよく見ないとわからないサインになって、うん、初めは見られると、うん、これどこがどうなってるのみたいな。ちゃんと説明する。説明したらあーみたいななるんですけど。結構なんかサインって崩してわかんないぐらいの方がなんかサインっぽくないですか。そうなんですよ。それがちょっと羨ましくて。そうですよね、わかりやすいんで私も。なんか私もすっごいわかりやすくって、はい、なんかサイン前にファンの方に言われたのかな、 なんかサインっていうか、はい、ただ普通に本当に名前だねっていうか名前書いてるねって言われちゃってちょっと悩んで変えなきゃって思ってそうそう多分サインらしいサインなんでしょうね。そうですね、うんうん、でも私のサイン自分で考えたわけじゃなくて、そうお母さんがなんか作ってくれたんですね。私も、あそうなんです、私もお母さんすごい一緒だった。みんなお母さん。そっかそっか、思い浮かばなくて。そうなんです、みんなお母さんなのお母さんのサイン申し訳ない。確かに
かに本人のサインじゃなくなってる。そっかそっか。あ、メンバーが今日あこう6名いらっしゃるじゃないですか、はい、でも今日は選ばれし2人ということで、そう前回あの先輩に当たるのか事務所の先輩に当たる感触のひなさんの2人に、はい、いらしていただいたんですけれども、はいはい、そのやっぱり2人だからこう選ばれなくっていいよねみたいな確かにそんな話をそう言ってて、ね、確かにって思って、うんね、あとはね今日、まあ、多分来れたら皆さんで、ね、来れたんだと思うんですけど、ちょっとねコロナのこととかもあって、ねはい、あんまり密室、うん、密閉しちゃダメだからっていうことでね、お二人にいらしていただきました。じゃあもうちょっとねここで質問とかもしていこうと思います。はい、はい、何か今こう活動している時に楽しいこととか嬉しいこと、やりがいって何ですか、こうアイドル活動をしていて。そうですね、でも今こう、うん、お客さん側がこう声を出せないんですね、うん、ライブで。あ、だからこう拍手とかで盛り上げてくださるんですけど、うん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 、逆になんか声が出せないってなって、うん、あのサイリウムを振ってくれる方が増えて、うんうんうん、こうやっぱりこうメンバーカラーが、そっか6名もいるから、そうですね、増えてメンバー増えてからすごい綺麗に見えるので、それがすごく嬉しいです。どういう場所でやってらっしゃるんですか。場所、都内なのか、うん、あ、そうですね、都内が大体多くて、うん、ああ、うん、秋葉原とかよくとか新宿とか、はい、うん、そういう結構多いです。うんうんうん、秋葉原新宿、はい、そのなんかあのライブ情報とかは何か見れば分かりますか。あ、そうです、ライブ情報はホームページと、うん、あとツイッターで、うん、公式ツイッターがあるんですけど、うんうん、そこであのその都度お知らせしていて、うんうんうん、はい、じゃあシェルデネージュで検索すれば、はい、出てきますかね。ナーナさん何か。私はですね、なんかその最近やっぱりその声をなんか出せないとかが結構あるんですけど、うん、なんかずっと舞台中心にやってて、うん、あんまりお客さんと関わる機会っていうのが私あんまなかったんですね、うんうんうん、そう、でもなんか結構最近アイドルとかやるようになって、うん、なんかお客さんと関わる時間が増えてきたんですよ。それでなんか最近、うん、なんかあのアイドルソロクイーンコンテストっていうコンテストがあったんですけど、うん、そこで一人でこうなんか踊って歌ってっていう時に、なんか知らないお客さんから、うん、なんかいやすごい良かったよみたいな、うん、なんか元気になったみたいなことを言っていただけることが、はい、なんかもうその言葉だけでもすごい嬉しいなっていうのは最近思うようになりました、うんうん、確かに。なんか今までってライブやるにしても、まあ、ある意味普通というか、うん、こうね、普通にこうスケジュール合わせて準備してライブやってお客さん来て交流してっていうの、うん、まあ、当たり前だったけれども、はい、なんか改めてその大切さだったりとか、そうですね、すっごい身に染みますね、うん、ライブではなんだろう、その、まあ、交流は今はできないっていう感じなんですかね。チェキとかも撮ってるんですか。あ、撮ってます。あ、じゃあそれをマスクしてとか、うん、そうですね、うん、あとはなんかあのなんですか、透明 の, 透明のなんかバリアみたいなやつをつけてバリアの、それで、はい、対策ちょっとねあれかな、ファンとしてまあ、ね、あの本当はちゃんとね、そうです、あの近くでこのコロナが、ね、飛沫を防ぐためにバリア対策でバリアでコロナ対策で、はい、そっかそっか。でもまあね、以前の去年とかかな、去年とかも本当もう何もやるなみたいな感じじゃったじゃないですか。そうですね、はい、だからもうね、今はちょっとでもやれるだけで本当嬉しいですよね、はい、あとやっぱりステージに立つことで気持ちのこうモチベーションも、あ、そうですね、結構変わるなって私も思ってます、はい、ありがとうございます。あと逆にですね、ちょっとこう、うん、このアイドル活動をしてて苦しかったりとか辛いなって思うことって何かありますか。辛い、うん、あ、なんだろうすごい考えたでもないのかな、ないからあんまり、そうですね、私はあんまりないんですけど、うんうんうん、あ、でも私はなんか今はないんですけど、うん、やっぱ芸能始めたての時はやっぱりなんか自分がしたいことができなくて、うん、あのしたいことっていうか、うん、自分はこうやって表現したいのにみんなには伝わらないとかいうのが多くて、うん、で他のなんかあの周りの人とか見るとすごい器用にできちゃうから、はい、なんかそれで自分が追い込まれてみたいなことあって辛かったんですけど、うん、それこそ負けず嫌いが出てますね。いや、そうですね、すごいめっちゃ負けず嫌いなんですけど、はい、ココちゃんは何、私なんだろう、うん、
ちょっと辛いと違うんですけど、うん、なんかメンバーすごい面白すぎて、あの練習面白い、そうなんですよ、なんかみんなそれぞれ面白くて、うん、なんか練習の時笑いすぎてあの腹筋おかしくなるんですよ、すごい。もうなんか本当になんか家帰ってはぁみたいな なるので、もう本当に愉快ですね。どう面白いんですか？いやでもなんか最近、うん、なんか稽古中に変なゲームをしてて、はい、変なゲーム、そうなんか一曲通して真面目に変に踊るっていう、あの真面目に変に踊る、それは自分たちのオリジナル曲、あ、そうです、そうです、その練習ででも振りはちゃんとあって、 それをまた別の振りで変に踊るって、あ、その振りで変に踊っていくっていう、そうです、もう思い切ってもう全力でやるっていうちょっとそうするだけで面白いんだけどじゃあそういう振り、そのなんか面白おかしく振りをしている曲に行きたいと思うので、はい、皆さん、はい、想像しながら聴いてください。では曲紹介お願いします。はい、それでは、私たちの2曲目の曲です、はい、聴いてください、はい、アルカンシエル。こちらのラジオ 82.8 メガヘルツ鎌倉 FM 鎌倉アイドルボックス、大船ハニービート日の出町ライブハウスセラビのご協力でお送りしております。ただいま聴いていただいた曲はシエル・デ・ネージュさんのアルカンシエルでした。ありがとうございます。素敵なキラキラしているような楽曲でしたが、あの先ほどちょっと紹介で言い忘れちゃったことがあるということで、はいはい、あの変な踊りの話とか、うん、あ、でそっちばっかりね、はい、あの一応コンセプトがあって、うん、はい、雪空から舞い降りた妖精っていうのがコンセプトなんです。だから本当はもっとこうふわふわね、うん、かわいい、かわいいグループです、ね、面白い、まあ、面白いところもありつつ、はい、でもそれはライブではやれないですもんね。そうです、そうですね、稽古の時にね、そうですね、楽しんでね、はい、みんなで交流を感じて、はい、ぜひねライブで歌いますもんね、ライブもね、はい、いつは歌ってます、うんうん、そのふわふわしてキラキラしている、はい、宇宙は、はいはい、ところをね見ていただきたいと思います。それでは後半戦に参りたいと思いますが、はい、ここであの前回の先輩の感触のひなさんにもお越しいただいた時にやった心理テスト、心理テストちょっとやっていきたいと思います。じゃ あ早速多分1個くらいかな、1問2問ぐらいいけるかな、はい、はい、ではいきます、はい、じゃじゃん。仕事で大失敗してしまいました。途方に暮れるあなたの前にヒーローが。そのヒーローの姿は、1、悪魔の顔をしたヒーロー、2、仮面をつけたヒーロー、3、犬のヒーロー、4、人間のヒーロー。もう一回言いますね、はい、仕事で大失敗してしまいました。途方に暮れるあなたの前にヒーローが。そのヒーローの姿は、1、悪魔の顔をしたヒーロー、2、仮面をつけたヒーロー、3、犬のヒーロー、4、人間のヒーロー。おー、うん、決めました。決めました、はい、大丈夫ですか、うん、じゃあ最初ココちゃんから。はい、はい、私犬のヒーローです。犬のヒーローですね、はい、じゃ あもう答え言ってっちゃいますね。あ、はい、あ、どうしようかな。じゃあごめんね、はい、ナムちゃん、2番の仮面をつけたヒーロー、はい、仮面をつけたヒーロー、はい、オッケー、犬と仮面ですね犬と仮面オッケー。これは何が分かるかというと、はい、ツンデレ診断。ツンデレ診断、意外とニャンニャン派っていうことでですね。じゃあまず犬、はい、3番、うん、犬のヒーローを選んだ人、ツンデレ具合をコントロールできるあなた。コントロールできるめっちゃ強い。その実力は仕事上ではなく恋愛面で猛発揮。あ、仕事ではなく、いきないですね恋愛面で猛発揮。自分がまさかと思っているあなた、それだけツンデレ態度を本能で操っているのです。過去の恋愛を思い出してみて、相手の気を引くためにあんなことこんなこと、ああやってたという駆け引きがたくさんあるでしょう。やりすぎると危険なことにどうもなくはありません。恋愛時の態度には気をつけてください。操ってるんですか、どうだろう。すごい。では2、はい、はい、ナナナちゃん、仮面をつけたヒーロー、はい、ほどほどのツンデレ具合でほどほどらしい周囲を魅了するあなた、同性はもちろん異性にも人気です。あなたのほどよいツツンデレの態度は時には嫉妬を生むことも。嫉妬する目から見ると八方美人に見えるようです。また
ド M な相手にその技を披露するとストーカーチックなファンを生むことも、あら、相手の性格をきちんと見極めてツンデレロって書いてある。ツンデレロツンデレロ一応じゃあ悪魔の顔をしたヒーロー1番ですね、はい、何事も素直に受け取らず、かといってそれに反対なわけではない猫のよう、あるいはド S と言われたことありませんか。今の世の中度を超えてしまった方が人気者になれる可能性大、ツンとデレの格差があるほどあなたの魅力は増すはず、デレを上手に演出すれば米物なしです。おお、4人間のヒーロー4を選んだあなた、何事も矛盾した心の動きの少ないあなた、自分の願望よりも相手を思いやれる人です。ある意味真っ当な性格、感性をお持ちです。ですが恋愛面では異性から面白みの欠けたやつなんて思われている可能性がないたまには前言撤回、我慢のない態度で異性と接してみては、新たな出会い、新たな自分を楽しめるかも、今がチャンスです。おちなみに何番選んでました、うん、私、はい、私もなんか今さっと見た時に、なんか私は人間かもしれない、人間かもしれないな、あら、うん、一番ちゃんとちゃんとしてるちゃんとしてるということでなんか私の話で終わって申し訳ないちゃんとしてる私世界かっ分かっ、はい、いろんな恋愛経験したからなすごいということで、はい、最後告知をお願いしてもらっていいですか。はい、はい、1月、7日あの七夕の日にですね、はい、あのファーストシングル両A面のアルカンシエルというものを、うん、あの予約の方が開始してまして、うん、あのもう順次あの発売発送の方をしていて、うんうん、はい、今後物販の方でもどんどん発売していく予定なので、うん、その CD もぜひぜひ見てくれると嬉しいなと思ってます。7月7日はい、はいはい、2曲入ってます。はい、はいはい、そして、はい、9月の26日に、その先ほどの感触のひなさん先輩の、はい、ワンマンライブがあるんですけれども、うんうん、新宿アルタキースタジオさんで開催されます、はい、でそちらのオープニングアクトとして、はい、私たちあの新曲を含めた3曲を歌わせていただきますので、うん、はい、そちらもぜひ遊びに来てほしいです、はいはい、ではでは、もう言い残したことはありませんか。言い残したこと言い残したことは、はい、さっきの、うん、なんだっけ、精神じゃない、あ、心理テスト、そのやつで絶対あのココちゃんはワンちゃん可愛いからっていう理由で選んだと思います。あ、なるほど。いや、ワンちゃんに助けられたいです。そっか。ちょっとじゃあ次回ね、それをちょっと聞いていこうかなと思いますが、はい、はい、ではですね、本日のゲストさん、シェルデネージュの青葉ココさんと三月奈々さんでございました。再放送もあります。8月8日、日曜日。23時半からこちらもよかったら聞いてください。ではまた皆さんお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。坂井ゆかでした。